中 SAM 改めが初披露されました。今回はこの03式中距離地対空誘導弾改めを詳しく見ていきますね。離島防衛の切り札に必要とされていました。でも、今までよりも早い対応ですね。2021年4月16日、沖縄県の南城市に位置する陸上自衛隊の知念分屯地において配備された新型の防空ミサイルシステム03式中距離地対空誘導弾改め、通称中03式中 SAM 改めが初めて報道陣に公開された。これは国内で初配備となった陸上自衛隊の第15旅団第15高射特科連隊が公開に踏み切ったものであり、すでに2021年1月には沖縄本島への導入が明らかになっていたことを裏付ける出来事だった。政府が中03式中 SAM 改めの配備先に沖縄を選択した背景には、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面において軍事的に圧力を強めている中国を牽制する狙いが大きく、今後も宮古、石垣島等への展開が予定されている。2020年12月までの03式中 SAM 改めの導入以前の第15旅団第15高射特科連隊には、そのベースとなった03式中 SAM がもともとは配備されており、今度も同様の大隊が南西諸島方面を中心に行われる状態だと言えよう。さらに全国的に見れば、主として北日本の陸上自衛隊の部隊にはこうした03式中 SAM よりも旧式で、実に1960年代からの地対空ミサイルであるホークが未だ運用されており、早期の更新が望まれている。03式中 SAM はその名称からわかるように2003年に正式採用された中距離防空を用途とする地対空誘導弾であり、本体を三菱重工業、レーダー部分を東芝が製造した国産のミサイルシステムである。なお、陸上自衛隊の1個高射特科群に必要となる03式中 SAM のセット一式の費用は約470億円が計上されており、これはアメリカ製の同種のパトリオット PAC-2 の約850億円と比しても、低減が図られている。今回の03式中 SAM 改めにおいては、ベースの03式中 SAM で本体の製造を担っていた三菱重工業は外れており、開発自体の主契約企業も三菱電機が担当するなど、若干の変更が行われている点が見て取れる。肝心の有効射距離は防衛機密のため公表されていないが、03式中 SAM で約 60km 前後だと推定されており、ここから改良、発展型である。03式中 SAM 改めは、さらに延伸されているものとめされる。また、03式中 SAM 改めでは、近年増加してきている低空を接近してくる巡航ミサイルの迎撃能力が高められていると言われ、従来からの弓なりな軌道を描く弾道ミサイルより難易度の高い仕様だと言えるだろう。
現在のところ、日本の自衛隊においては、弾道ミサイルへの対応を、海上自衛隊や航空自衛隊が行い、巡航ミサイルへの対応を、陸上自衛隊が行う体制を、採用しており、役割に応じた兵器システムが導入されている。具体的には、海上自衛隊では、弾道ミサイル防衛のためにイージス艦に、搭載した艦対空ミサイル SM-3 を配備しており、高高度の大気圏外でこれを迎撃、破壊する役割を担っている。これらのイージス艦を弾道ミサイル防衛以外の用途にも活用するために、陸上設置型のイージス・ショアの導入が推進されていたが、2020年6月に、ブースターの落下制御問題で中止となった。このため、汎用的な従来のイージス艦ではなく、弾道ミサイル防衛のためだけに使用するイージスシステム搭載の艦艇を2隻建造する方針が決定されたが、詳細は今後の続報待ちとなっている。一方、航空自衛隊では、飛来する弾道ミサイルに対して、高高度において、海上自衛隊の艦対空ミサイル SM-3 で迎撃できなかった場合に備えた、地上配備型のパトリオット PAC-3 地対空ミサイルを配備している。いわば、これはバックアップ用の迎撃ミサイルであり、低高度の大気圏内において、弾道ミサイルを破壊するものだが、同時に、巡航ミサイルや航空機に向けた迎撃能力も一部を担い得るものだ。パトリオット PAC-3 地対空ミサイルも、前述の PAC-2 同様に、一式約850億円の調達価格となっており、この点では、03式中 SAM 及び、改めの一式約470億円と、比較した場合、費用的に高額である感は否めない。また、パトリオット PAC-2 及び PAC-3 が、発射の際に、その土台部分を、発射する後方に向けて旋回させる方式であるのに比して、03式中 SAM 及び、改めは、発射塔を垂直に直立させるだけで、発射が可能である。これは、03式中 SAM 及び、改めの本体は、発射後に、標的に向かって、自ら方向を変えて飛翔するためであり、これは、標的を捕捉して発射するまでの一連の動作時間を短くできるメリットがあると言われている。また、この機構ゆえに、03式中 SAM 及び、改めは、発射する位置の自由度が、パトリオット PAC-2 及び PAC-3 よりも、格段に高く、ある程度、周囲に遮蔽物がある環境下でも運用することを可能にしている。この特性は、敵側から見た場合に、03式中 SAM 及び、改めの本体への攻撃を困難にする役割も果たすことが期待されており、本体の生存性を高める上でも、有利に働くあろうと考えられている部分でもある。